ジュヌビリエは、フランス、イルド・フランス地域圏、オード・セーヌ圏のコミューン。パリ北西部の郊外都市で、セーヌ川の湾曲部に位置する。パリ大都市圏最大の河口を持つ。現在のジュヌビリエ川港、ジュヌビリエにおいて、新石器時代の定住地の移行が見つかっている。その他に、ガリア、古代ローマ、メロビング朝時代の効果が見つかっており、古くから、 定住地が人口を増やして成長し続けてきたことが伺える。セーヌ川は数世紀かけてジュヌビリエとその集落の発展に重要な役割を果たした。現在は独立したコミューンであるビルラガレンヌはかつてジュヌビリエの集落であった。川に突き出した半島であるジュヌビリエは堤防で人々を守っていたが常に作物と川は洪水の危険にさらされていた。 1910年のセーヌ川洪水で堤防は完全に浸水し、排水の放水がさらなる危険な災害を招くこととなった。この時の甚大な被害はジュヌビリエの街全体で起きていた。建物1000件以上が影響を受け、150件は避難しなければならなくなり、13件は完全に崩壊した。農地、家畜の飼育、漁業と狩猟の行われるジュヌビリエは、 中世からフランス革命までサンドニ修道院と密接な関係にあった。旧世紀、ジュヌビリエはノルマン人の侵略を受け、百年戦争では戦地となった。1248年、サンドニ修道院の修道士、ギオームド・マルクー氏は、ジュヌビリエの中にあるガレンヌの存落で、濃度を解放した。新山者は修道院に1700ルーブルを支払い、自由となった。 教会が設置された1302年まで、ジュヌビリエは、アニシュル・セーヌをその領域内に含めていた。同年、住民によって礼拝堂が建てられ、パリ市教シモンド・ピュシーによって教会へ変えられた。ジュヌビリエのアベニューとコロンブ、1907年ジュヌビリエのセーヌ川、クロード・モネが1746年、ルイ・フランソワ・ールマン・ド・ビニュロー・デュプレシは、ジョバンニ・ニセル・バンドーニに命じて壮麗な城を建てさせた。 公園は、フォリーや素晴らしい冷蔵箱に囲まれていた。ルイ15世、マリー・レクザンスカ、ポンパドゥール夫人が狩猟のためジュヌビリエへやってきた。この城で1783年9月26日、カロン・ド・ボー・マルシェが、フィガロの結婚を書き上げた。19世紀後半、多くの印象派の画家たちがしばしば、ジュヌビリエに滞在した。エドアール・マネア、 ギュスターブイ・ユボットは家族でジュヌビリエに暮らした。多くの作品がこの地で描かれた。ジュヌビリエの産業発展は20世紀初頭まで待たねばならなかった。パリ北駅から路線が伸び、トラムもやってきた。自動車関連の大きな工場やスクラップ業者が移ってきた。2、3人の地主が支配していたザクミノリの村がジュヌビリエとなり、 二つの対戦の間に人口を増やした。1927年、ビルラ・ガレンヌがジュヌビリエから分離して、単独のコミューンとなった。第二次世界大戦中、1942年から1944年に、かけジュヌビリエは重度の空爆を受けた。多くの工場が被害を受け、3000人以上が失業した。仕事をなくし危機的状況にあった彼らは、建設業、 木材業、板金業へ転換を余儀なくされた。スラム街が徐々に荒れ地を侵食し、コミューン内の多くの地区で貧困の側面を見せるようになった。ジュヌビリエの産業革命は第二次世界大戦後に顕著であった。フランス全土、欧州各国、北アフリカから新たな移住者がジュヌビリエへ移り住んだ。低賃金で働く労働者の大規模流入が 不運なことに、スラム街の形成を促し、その後著しく、スラムは減少傾向にあるものの完全に消滅してはいない。町の産業発展とともに低所得者用、集合住宅が建てられ、高速道出口のようなインフラが整備された。ありがとうございます。